中園豊と言いますと DG ラボクリプトガレージ。I'm sorry, I'm going to do it in Japanese, so I made like so slide in English there, so please follow it. と今回あの DLC のえー、っと u ース c a s とデモ として、えっ、ー、と、まあ、ディーラボの中川さんを中心にですね、まあ、タッチにも協力していただいてやりました。えっ、ー、と、私自身は、と、エンジニアではないんですが、より、あの。金融工学、ファイナンシャルエンジニアリングの方でやっております。で、今回、あの、レイヤーツと、まあ、ファイナンシャルエンジニアリング、金融工学とレイヤー2を組み合わせて。ピアツー,ーピアでの、あの、ファイナンシャルデリバティブです、ということで、と。 ビットコインと DLC と、まあ、NDF と言われる金融工学の商品を、まあ、組み合わせてトラストレスフォワードコントラクトと呼んでるんですけれども TFC ということでちょっと、あのー、やってみたのでデモをちょっと紹介させていただきたいと思いますでまず、あのー、フォワード取引の、まあ、定義なんですけれども、まあ、あるあの決めた、まあ、当事者間アリスとボブがいて当事者間でと2人で決めたある期日 あるレートあるアセットでまあ合意をしてまあその時にまあ実際に例えばドルと円だったらドルと円を交換しましょうっていう約束ですねで主に、まあ、あの価格が変動したりすると変動したら困るということでまあ,あらかじめ決めておきたいヘッジするっていう目的で使われたりしますだからちょっと一つそこから、まあ、あのフォワード取引が発展したものがノンデリバラブルフォワード というものがありましてでこれは実際にあのドルと円ですとかそのまあ流動性の高い、あのー、通貨だとかセットだとか通貨同士だったらいいんですけれどもあのなかなかその国外へ持ち出せない中国の人民元だとかそういった途上国通貨だとかそういったものに対してヘッジをしたいっていう時にそういった流動性の低い通貨を扱わずに流動性の高い通貨だけ扱うことでヘッジするための にまあ開発された商品手法になりますでちょっとここにあのヘッジする方法としてちょっとまとめてみたんですけれどもとまずその真ん中にある、まあ、今と1番丸1番のフォワード取引っていうのが冒頭で定義を述べたものですねで3番が NDF 流動性の高い通貨でフォワードを行う こちらの2番と3番はオーバー・ザ・カウンター、相対での取引になるんですけれども実際はあのリスクがカウンターパーティーリスク相手が潰れてしまったら契約の満期のまでに潰れてしまったら取りっぱくれてしまうだとかカントリーリスクあの契約前に国の,あの規制で国外にあの人民元などを出せなくなってしまったら返っ 取りパクれてしまうよねだとかそういったリスクがありますそういったものを回避するために、まあ、NDF は通常であればあの通貨をそれぞれ交換するのを全てドル建て、まあ、流動性が高いものとして主にドルが使われたりしますドル建てでさらに砂金決済あの実際の勝ち負けの差額だけを決済しましょうという取引です。 でちなみにこの2番のフューチャーっていうのが、まあ、皆様がよくあの、まあ、一般に見るようなフューチャー取引これは完全にセントラライズで、まあ、ファンドお金自体も自分が管理するのではなく預けた状態で、まあ、相手方が取引所なり生産機関が相手方になってくれてカウンターパーティーリスクを減少させてくれるとだ左の方があのカストディが入る余地が大きいので、まあ、ユーザーからしたらコストが高くなってしまうとで今回 と,まあ、ということで、1、2、3番のところはです、ね、カウンターパーティーリスクですとか、カントリーリスクですとか、あと、2番、3番のところは、実際にはと、まあ、大きな企業とかはやったりするんですが、かなりその信用リスクの問題がありまして、潰れにくいところは、いいクレジットでできる。 ですので、普通企業がやろうとすると、相手は銀行が相手方になって、銀行は銀行同士で取引をするっていうことをやったりします。ただ、その最低の取引金額も5000万円以上ですとか、担保金をいっぱい積まなきゃいけないだとか、そういったことが問題になっております。で今回、あのそのドル建てで行っているのビットコイン建てで行って、NDF と。 をあの利用したような形で砂金決済を行ってと通常であれば決済が第三者機関サードパーティーでの決済で行うところをビットコイン上での決済というところで行うことによってこれらのまあ問題を解決して誰でもまあフォワードが組めるような形ということを想定しておりますちょっとなかなか言葉だけで言っても分かりにくいので実際に例を見てもらいたいと思います 例えばその今が、今日が10月4日、1ビットコイン100万円だとします。で、と例えばまあ左側 EC さんと書いてるんですけれども、DigiLab、まあ、もこうあの EC でビットコイン決済ビットコイン、ライトニング決済でビットコインを保有したりするような利用が増えてくると、じゃあ EC さんはビットコインでものを 売ってるとビットコインのペーメンントトを受け入れてるとじゃあビットコインは持っていてただその売る T シャツなど物とかをこう卸売業者に売らなきゃいけないでじゃ例えば10月の31日月末に100万円分の支払いをしなければいけないとで今1ビットコイン持ってるんだけどこの円の価値をキープしたいと100万円のままキープしたいと。 ニーズがあったとしますでそこにたまたまスペキュレーターさんがおりましてで今は1ビットコイン100万円だけど10月31日になったらもっと価格が上がるだろうと思っているただスペキュレーターさんは円を持ってなくてビットコインを買うことは追加ではできないただビットコインは持っていてビットコインだけで取引をしたいとでここで10月31日に 1>, 1ビットコイン百100万円交換しましょうでこれ決済はあの株足分だけを先に決済で受け渡しはビットコインで行いましょうとしたとしますとでじゃあ10月31日何が起きるかというと実際には1ビットコインは80万円に下がってしまいました EC サイトが勝ってステキエーターが負けたという形ですねでそうなると EC さんは EC さんが持っていた1ビットコインっていうのはこの時点では80万円の価値しか今ありませんと で卸売業者に払うにはあと20万円足りませんとでそうするとまあ20万円分のビットコイン1ビットコイン80万円で計算すると0.25ビットコインをスペキュレーターさんは EC さんに払わなければいけないとで EC さんは1ビットコインと0.25ビットコイン足して1.25ビットコイン現状を持っていることになるとでこれ1ビットコイン80万円で計算すると無事100万円を手にすることができて卸売業者に払うことができます スペキュレーターさんは負けたという形ですね。で、まあ、これを、こういった組み合わせをすることによって、あのまあ、為替変動リスクのッ地っていうのが、当事者間で行うことができると。で、これ、は第三者機関が入らずに行えるので、少額からの取引が可能で、取引コストも大幅に下げることができますと。実際であれば、銀行が数パーセントの手数料を引いたりっていう形なんですけれども、トランザクションの手数料で行うことができる。で、 コラテラルだとととかオペレーションコストっていうのも下げることができますとで時間設定も通常であれば月曜日から金曜日、まあ、ビジネスデイでしかできないものが、えっとまあ、当事者間で合意すればいつでもできることができるとであとスペキュレーショントレーディングスペキュレーターさんの方はビットコインを持っていて、まあ、他の円だとかドルとかにあの売り買いせずにビットコインを手放さずに、まあ、フィアットに変えずにです、ね、カストディなしであの投機投資が行うことができると。 でこれビットコインの移動しか行いませんので、まあ、任意のアセット、任意の通貨に対してのヘッジとして、まあ、使うことが応用ができますと。でじゃあ先ほどのちょっと計算をまとめてみたいと思うんですけれどもと、まあ、想定元本を N としますとでフィクシングスポットレートこれ価格を決定する決済の日付ですね当事者で合意しますと。で 契約したい TFC レート、まあ、フォワードのレートで、アリスのファンドを A、ボブのファンドを B としますと。そうすると、先ほどのアリスの株足というのは n f 分の S-1 マイナスで計算できますと。これちょっと先ほどのレートレートが逆数になっています。じゃあ、ファンドからアリスに預けられ分,け分けられるドコインというのはどのぐらいかというと、まあアリス とアリスが預けたファンドをプラス先ほどの差額分とでボブに分けられるのは両方のファンドから、まあ、アリスに分けられる分をマイナスした分とただここでちょっと一つ注意をしなければいけないのはとボ,ラボラティリティの変動によってと上限と下限でまあヘッジできる期間というのが制限されますこちらの式で計算することができますでじゃあちょっとデモに入ってみたいと思います でデモの今回のまず登場人物は、まあ、EC さん、ヘッジしたい人ですね。で、スペキュレーターさん。とあとはまあマッチメーカー、こちら、オーダーブックですね。で、オラクル。オラクル、さっきのタッチの DLC の説明でもあったんですけれども。まあ 今回はあのビットコイン円のレートの表示とそれに対する、まあ、署名を送ります。で、その前にすでに公開鍵は公開しているような状態になります。で、まずステップが4つありまして、まずマッチングをします。EC さんは相手方を見つけなければいけません。で、その後にあのファンドを設立してコントラクトを コントラクトのトランザクションを作りますと。で、3つ目が、まあ、契約を執行、決済を行って、まあ、終了しますという形ですね。で、まず、その、当事者が、あの同士が決定した、今回のコンディションとしては、今日10月4日に、と今が1ビットコイン100万円だとしますと。で、 えと10月31日月末も1ビットコイン100万円であの契約してくれると、まあ、マーケットとしては1ビットコイン今100万円であまり価格は変わらないという予想をしているとで想定元本は1ビットコインでファンドレートは50%想定元本に対して50%ですので1人当たり0.5ビットコインのファンドを積む計算になります とまずはウォレットのバランスを確認してみると、これ EC の視点ですね。マウントウォレットに1ビットコイン入っておりますと。で、オファーを探してみると、とまあ、オファー ID1 番のところが1ビットコイン。えっ、ー、と、一番上の上の方がと10月31日に1ビットコイン100万円で。 1>, 100ビットコイン1ビットコイン分交換してくれると。で、このオファーをテイクします。で、ここでコントラクトは成立となっているんですが、ここの間にあ何を、まあ、オ,ファーオファーをテイクして、まあ、コントラクトを送って、 で、サインをしてという形なんですが、ちょっと何をしてたのかっていうのを中身を見てみたいと思います。えっと、まずはあの、まあ、タッジの DLC での説明にもあったんですけれども、まずファンドを供託しますと。で今回、想定元本1ビットコインに対して0.5ビットコインずつをファンドで供託しますと。で、この、あの <laughs>、 で次に、とまあ、契約者はあの契約満期日に対応する公開鍵をあらかじめオラクルが公開しているものを取得しますと。でこちらがコントラ作成するコントラクトになっているんですけれども、まあ、インプットには先ほどのファンド,ファンド,ファンドのトランザクションの UTXO を入れてで、アウトプット。 でこちら、あの,の0.75と0.25の計算になっているというところが DLCNDF の,の計算を使ったところになりますね。でこのようなコントラクトを、まあ、実際こ,うこのような形で想定し得るートごとに、まあ、作成して作成してサインして持ち合うような形になります。 でじゃあコントラクトの,あの準備が整ったところでとじゃあ少し時間を進めてみてとこちら、まあ、テストとしてオラクルが、えー、と10月31日に1ビットコイン80万円でしたという宣言をして、まあ、その署名を送りましたと仮定します。 そうすると e さんはコントラクトをセットルできる状態になっております。じゃあこのオラクルからモらッタ、サインとサキオドノヨサインをして、トランザクションを投げると、オラクルからもらったサインと先ほどのようにサインを合成して、トランザクションを投げると、とサキ EC さんのウォレットには1.24997ビットコイン入っているという形になります。でこちら1.25マイナスでトランザクションフィーを聞いた値になっていますで。で、こちらがまあ署名を合成して投げたトランザクションということですね。で、まあ、それを自分の にに送って終了という形になります。今ちょっとこちらが、えー、っと1ビットコイン80万円のレートだとそのオラクルが発表した例っていうのが今回の一番下の例になってるんですけれどもこちら下になっても上になっても EC さんから見たバランスっていうのは EC さんはもともと1ビットコインを持っていてそれを100万円でキープしたかったと。 で今回0.5をファンドに置いて帰ってきたのが0.75 EC さんには帰ってきましたと0.5と0.75を足して EC さんは10月31日時点で1.25ビットコインを持っておりますでこれを冷凍1ビットコイン80万円で計算すると100万円になっていたとでこれがまあ価格が変動したとしても EC さんから見たバランスっていうのは常に100万円をキープすることができると 以上がデモになりますと。で、今、これから、今、DLC をスクリプトレススクリプトでというところでもう少しあの改善するようなところを DG ラボ中川さんが取り組んでいたりしますので、もしご興味があれば見てみてください。以上がまあユースケースとデモの紹介になりました。ありがとうございました。 Any questions? Hi, what, what is the implementation status of the software uh, that was written for these forward contracts? Can、I、speak in Japanese? <laughs> I Japanese? <'m> <laughs>、yeah. 現状としてはと、まあ、たくさんまだ問題がありましてと、まあ、オラクルの方でサインあのたくさんの情報を持たなきゃいけなかったりだとか当事者間が先ほどの冷凍の分だけ準備しなきゃいけないだとかたくさんあったりするあの課題は抱えているんですけれども Uh, there's still like several issues particularly like um, the Oracle signing having uh, too much like information and and uh, I think uh, what else other uh, like uh, determining the rates and things like that so we're doing testing in a private blockchain and uh, hopefully we can release something within the, this uh, month thank you Oh. メインネットでオープンにする予定のやつはあの誰が想定ですか一般人でも使えるのかそれともあのお店とか金融機関とか限定なんですか一般向けにはい実際にただ、あのー、その サービスとして使うのはまだまだ課題がたくさんあるかなと思っております。実際にその技術的な面だけではなくて、まあ、いろんなことがあるので <laughs>、あるかと思いますが、ただ、まああのーまあ、一般向けにというところで進めた方がいいかなと考えておりまして、でその他にも、まあ、今回、フォワード取引という形で、あのー、行ったんですけれども、<laughs> あらゆるデリバティブ取引の中でフォワード取引っていうこと自体がとてもプリミティブなところになってくるのでそういったところの今後もっといろんなものへの応用だとかストラクチャリングだとかそういったこともやっていきたいと考えているところです。ありがとうございました。 So the question was whether it's going to be released on mainnet, and the answer is yes. Or that's part of the that's uh, in the roadmap and plan. But there are many issues outside of uh, just technical issues, and uh, hopefully we'll start from uh, simple forward derivatives and uh, moving on to other more complicated things like structuring and such. Any other questions? Hi. Okay. Thank you very much for your presentation.